クロムにちなんで、ルネジュスとアユイにより命名された。別名クロミウム。クロムは銀白色の金属で硬く、融点は1、摂取907度、沸点は2、摂取671度、ネイル点は摂取34.85度。クロムには3つの同素体、アルファー、ベータ、ガンマがあり、それぞれの結晶構造は、耐震立方合子、立方細密重点構造。 六歩細密重点構造である。1797年に、フランスのルイ・ニコラ・ボークランによって、シベリア産の暮れない炎鉱から発見された。ボークランは、この翌年ルビーが赤いこと、エメラルドが緑色であることについて、クロムが不純物として入っているためであることを発見した。かつて、平和やと以降より出土した聖堂の剣や、矛、劇、 弓矢からクロムが検出されたこと、またそれらの多くに錆びた痕跡がないことから、寝台にクロムによる退職加工技術が用いられていたという説が唱えられていたが、2019年の調査によって、クロムは兵士像に塗布されていた塗料由来のものであり、退職加工の痕跡ではないことが明らかにされた。金属としての利用は、 光沢があること、硬いこと、耐食性があることを利用する、クロムメッキとしての用途が大きい。また、鉄とニッケルと10.5%以上のクロムを含む合金は、ステンレスコーと呼ぶ。ステンレスコーではクロムが不動体被膜を形成し、ほとんど、サビを生じないため車両や機械といった、重工業製品から、流し台、包丁などの台所用品まで幅広い用途がある。 この金属は産業上重要性が高いものの産出値に偏りがあり供給構造が脆弱である。日本では国内で消費される鉱物資源の多くが他国からの輸入で賄われている実情から1万1の国際情勢の急変に対する安全保障策として国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。 インスリンが体内でレセプターと結合するのを助ける働きをしている対等因子を構成する材料となる酸化のクロムが体内で不足すると糖代者の異常が起こり糖尿病の発症に至る可能性があることが明らかにされているこの方面の研究によって人間にとって必須の栄養素であることが分かってきた1日の必要量は50から 200G クロムを多く含む食品は、ビール酵母、レバー、エビ、未生成の穀類、豆類、キノコ類、黒胡椒などである。もともとクロムは体内に吸収されにくいミネラルであるが、穀物を生成すると、クロムが大幅に失われてしまう問題が存在する。小麦粉の場合、生白すると98%のクロムが失われ、米を精米すると92%のクロムが、 失われるとされている。そのため、体内へのクロム吸収率の向上を図ったサプリメントなども開発、販売されている。クロム単体および酸化のクロムには毒性が知られていない。ステンレスなどの工業製品として出回っているものの、中に含まれているクロムは毒性を持たない。酸化のクロムは人体の必須栄養素でもある。 六価のクロム化合物は極めて毒性が高い。かつては六花クロムをメッキ用途として使うことが多かったが、土壌汚染を起こすなどで、しばしば問題視され、亜鉛メッキ上のクロメート処理では使われなくなってきているが、クロムメッキでは三花クロムを使用したメッキ液が主流である。また、タバコに含まれる発岩性物質としても知られる。四価のクロム化合物は、 風の歌舞伎 e アークより発言性があると勧告されている。EUROHS においては6カクロムの濃度を 1000tpm 以下に抑えること、中国版 ROHS においては意図的添加処理を対象としている。検出方法としてはジフェニルカルバジド法を用いる。これは6カクロムが1、5ジフェニルカルボノヒドラジドと酸性溶液中で反応して、 クロムジフェニルカルバゾン錯体を形成することを利用したもので、紫外化し分光コード計を用いて急行度を測定し、濃度を求める。この際、共存元素の影響を受ける。五重結合状態のクロム化合物を化学構造式で表現した図2019年における国別の算出量は以下の通りである。ありがとうございます。